ございます。通知来ない。うっしょ、うそでしょ、フォローしてないんじゃ。よしどうした。あ、いたいた。ね、打たなくても出てるよ。いやいや、出てるのやってよ。なんか打ってない。うん、キラキラ送ってる。おはようございます。お、気づいたお方いますね。おはぎお姉ちゃん、すごい、ね、素晴らしい。そう、今日は聖地玲奈さんのおしゃべり会ということで、もうね、ここでそうお姉ちゃんが喋るからもう準備してるの。こんな感じ。なんかさ、すごい申し訳ないんだよね。結構今回30秒枠外れた人いたらしくてさ、へ、自分も30秒枠でさ当たっちゃったからさ、申し訳ないんだけど。そう、姉ちゃんのファンにもうセッティング済み。昨日の夜にこれセッティングしててパンで、そう、割れたらごめんねって。しぼんじゃった。ああ。目玉焼きついちゃう。割れたらごめんねって言ってたんだけど、ガチで、あの昨日の夜だよ、しかも10時くらい。その時にもう作ってて、で私がもう寝てる時なの。でその時に急にバーンって言って。割らないと思ったのに、うわ、やらかしたなって思って。はい、割りました。え、3歳見せて。3は無事にできたんだよ、ね、これ割れた2です。数字の2、これ3。こんな感じ。もう本当にどこ割ったの。ちょっと表の下、2のあの曲がるところ。ここやっちゃってる。ありゃまあね、本当に重要なとこなんだよね。本当に綿でも詰めとけ。本当にテープで止めようと思ったけど無理だった。綿で、綿、白い綿で。で、これは何。それはそれで面白いじゃん。それはなんかしぼんじゃったからもう諦めた。ん、何これ。え、風船だったの。うん、なんかしぼんじゃったから終わり。それはもういい。え、そう、普通割れないんだけど、あのあれプスプスするやつどこ。あ、葵のところにある。葵の下にある。ねえ、うん、葵の下にあるの見せて。どれ、これ。うん、それで膨らましてたら、それ引くときも空気入って、それを忘れてめっちゃ勢いよくやったら割れた。もうさ、気をつけなよ。うん、100均売ってるの分かる。自分も買いに行ったけど、で、間に合わない。10時オープンじゃん、だいたい。自分10時25分なんだよね。そういうのさ、ね、考えなよ。私の大切な方のお誕生日。いや、そう、愛が強すぎたの。愛が強すぎたの。丁寧にしなきゃってね、思わないとだ ね。これは割れるということは適当にやってるっていうことだよ。ひどいよね。違うよ。ないない、本当に違うよ。こんなファンは嫌よ。違うよ、違うよ。え、だけどさ、割れたら割れたでさ、なんか面白くない、れいちゃんに見せたら。がっかりする。ぶっくりしないよ。まあ、レイナさんは大丈夫。優しいもん。もう、え、そう、だからピースと山菜をずっと見せてて、あの触れられたら割れましたっていう。そう、そうやる。こんな感じに、こんな感じでやるらしい。ほ、3歳みたいになってるけど。ね、3は割らないでよ。はい、すいません。3割ったらやばいよ。
いや本当に30秒って話せないよね何も。うん、本当に早口で喋んないと。ハッピーバースデー、あ、大丈夫、おめでとうございます、23歳おめでとうございますに言われました。あの、会いに行きます、バイバイ。少ないね。あ、好きです、応援してます、バイバイ。もうれいちゃんに喋らせない。ごめん、喋らせます。まだまだ話せる。え、だよね、ブツって言われるね。何それ、悲しい。え、そうだから時間計ろうって思って自分で。そう、もうタイマー、そのために買ったから。もう準備完了なんですよ、本当に。昨日の夜に全部買い物行ったからね、準備をしてて。テロップに書いとかないと葵が誕生日みたいになってる。一緒に入ってきた人、ね、みんな、これはあの今日は誠司玲奈さんのおしゃべり会ということで、うちの姉がねその参加するからこうやっても準備してあるのです。だから私のお誕生日ではありません。連番したい。え、じゃあ、あ、おしゃべりするんだ、するのかな。ジナちゃんもね誕生日だからね。え、うん、みんなハッピーバースデーってことで、今日はジュッちゃんに誕生日おめでとうって言わなきゃ。後ろの背景は関係ないです。 OK。 今日誕生日の人いないかな、ファンの方で。今日誕生日の人、うん、外から離れて聞こえたんだけど。思った、ちっちゃい子だよね。え、関係ない、良くない。だってさ、長文にもできないじゃん、そんな。後ろの背景は今日はレンズの遊び会ということで、お姉ちゃん、まあ、なんじゃこうじゃ、なんじゃこうじゃですっていう、そんな長文書けないから。彼で、うん、俺の誕生日にはしないよこういうこと、多分。できなくない、まず会わないよね、誕生日に会えるか分かんないよね。なんか私が中学校の時はだいたい夏休みに入ってたから、まあ帰ったらいけるけど、多分テストありそう、わかんない。いや絶対帰る、帰りたい、ひまり帰る。あ、やばい、また行っちゃった。もうさ、何も意識してないよこの人。夏休みは帰りたいです。いや嘘でもいいよ、今日が誕生日ですっていうの。ねえおい、嘘でもいいの。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you。 わいた、あんにょん、あんにょん。今月誕生日、今月誕生日、うん、おめでとうございます。お祝いされた、今日が誕生日になったって急遽。あ、そうなの、おめでとうございます。おお、素晴らしい、良きだね。いっぱいいるね今日誕生日。うん、いっぱいいるね、ちょっと今日いっぱいいるよ。どういうこと？うん、おめでとうしてあげるよね、うん、誕生日の、うん、おー、嬉しい。
私と一緒のお誕生日の方、一緒というか月が一緒、うん、7月みんな夏に生まれてサマーだなんで夏生まれ多いんだろう。夏が好きだから。知らん。お、3週間前誕生日だったって。え、おめでとうございます。ハッピーバースデーっていうか私こんな感じで、いつだっけな、中学1年生の頃かな、中学1年生の頃にこんな感じでお祝いをしてみたくて、こうやってね作ったり、自分でやってる寂しい誕生日だったよね。そうそう、自分でやってみたくて、その本当に自分で全部用意したんですよ。飾り付けも全部自分でして。やばかったよね。寂しくない？誰も手伝ってくれなかった。でパパが写真撮ってくれたよね。そうパパが買ってくれたんだっけ。そうパパが買ってくれたけど、飾り付けは自分でやってすごい寂しかった。まあ確かに自分でやったらね、理想の飾り付けができるけど、普通はこうやってなんかサプライズでやるじゃん。やばい、喉乾いてきた。だからシンプルな、寂しいお誕生日だ。完食完食完食。やばい、準備しないとだよね、自分もね。うるさい。ね、違う、ティッシュが離れ、ティッシュがさ、水没したね、最悪、しかも卵混ぜたところね、最悪。どんまいちゃん、にぎやかな青いお姉ちゃん、飲み方気持ちよ。だってコメントこうやって読みながらさ、コメント読みながらこうやってだってこれ外髪されたら終わりなんだよね。え、しよっか。あ、そうそうそう、ね、待って、セブン行こう。なんでね、作りたい昨日のやつ。アポロ何時からだっけ。10時25かな、分かんない。まあそんぐらい、10時過ぎ。え、緊張はしてないよね。あ、いや緊張しそう、そのうち。だって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 可愛いんだもん。でさ、公園のお見送りの時さ、自分喋れないんだよね。ね、喋りなって、何のためにあると思ってんの。大パンしないしてないし。いや、めっちゃ音立ってで本当に喋れないんだよね、お見送りの時。え、女の子喋る？お見送り葵がしてる時とか、女の子喋ってくる？女の子なんか、うん、なんていうの、うちはというか、なんだっけ、こういう葵って書いてあるのを見せてくれて、可愛いって一言言ってくれる。だからあんま喋んないでしょ、女の子って。まあ喋らないけど、女の子緊張しちゃうんだよ女の子緊張しちゃうんだよ。それでスキッチワークとかで書けばいいんだよ。え、だってさ、だってさ、だってさ、いや無理だよ、喋れない。だって喋ったこと一回もないもん。いや本当に一回もない。
なんか言いたいことあったらパパに言わせる。うんわ。え、違う、あのパパにあのここで会いましたよねって言って、それで会った人ですみたいな感じ。たり。いや本当に喋れないんだよね。え、喋ること決めてても喋れないの。あー、頭が真っ白になるんだ。え、真っ白っていうかもう輝いてて輝いててね、あっちが喋ってくれてうなずく、うなずいたり笑ったりするぐらい。ななみ面白い。いつもねえ、だからねえありがとう、だから面白い、めっちゃ面白い。あ、で、え、言ったっけマリナさんのこと、お見送りで、お見送りの出来事。うん、うわ、お姉様ありがとうございますって言って通り過ぎた後に似てる。ねえ、ねえがななみ、ねえって いつも言うからね。うん。めっちゃ面白いよね。え、印象に残ってるお見送り？シンプルにれいちゃんにあのね、私に聞いてるんだよ。はい。お前じゃない。私はちょっとお名前を間違えちゃったことか。そうじゃん、そうじゃん、ファンの名前間違えたじゃん。勇気を振り絞って私はファンの方のお名前を言ったんですよ。だけど間違えちゃって、ちょっとえ、だからやらかした。え、呼んでる？まだ名前呼んでない。呼ばないようにしてるでしょ。 そっからもうトラウマになっちゃって呼べなくなっちゃった。書いてある人しか呼べなくなっちゃった。あ、だからみんなあおちゃんに名前呼んでほしい人は名札つければ、ね、書いてください。名札とかつけてください。お願いします。喋らないのもったいないの、お見送りで喋らないんだよね。喋れなくない？喋れる？ごめんなさい、ひのちゃんの配信みたいになっちゃった。ペットボトル潰す配信。ペットボトル無意識に潰してた。そう、名札作ってくれればね、うん、呼んであげるよね。呼びやすい、全然呼べるよね。今から名札。え、でしかもその間違えたやつをあのツイッターにあげられてるって。そうそうそう、ツイッターにあげられちゃって新たな挑戦してみたら、もうやらかしたって思って、もう落ち込んでた本当に。その時はめっちゃ面白かった。もう夜こう、その時が多分昼で、昼公演で、でも夜公演やだって思って。あ、そう、読みにくいニックネームは振り仮名書いてほしいよね。うん、英語わかんないもんね。英語でも間違えたら嫌じゃん。漢字もわかんないもんね。うん、そう、漢字も無理。ねえ、馬のかぶり物欲しいな。でも高かったんでしょ。めっちゃ高いよあれ。え、普通に1500円ぐらいだと思ってたら2500円。やば、めっちゃ高かった。あの保育園のお名前みたいにひらがな。チューリップ名札とかね、ひよこの名札とかね。いや、待って、1時間じゃ準備できない。準備しよう、早くしなよ。すっぴんで おしゃべり会は絶対やだ。早くしなよ。髪の毛ボサボサでおしゃべり会はやだ。準備しよう。あ、分かりやすいカタカナだね。うん、カタカナ全然 OK だよ。あ、もうバンダイ行くの？早いね。ね、やばいよね、準備終わんない。
さすがにそこ早くしろっちゃんさすがにさすがにやばいさすがにやばいまあでセブン行きたいしねやばい本当にの昼公演え、ありがとうそうだよね、明日そっか、明日あるのかちょっともう忘れちゃうやばいねお姉ちゃん何歌唱力言っていいのかなもうその時点で言ってるじゃんそれないいんじゃないほい歌唱力は出ます本当は出ようか本当に迷ったんだけど出た方がいいのかなって思って出まーすほんとに歌が下手くそで絶対に無理なんだけどだけどそのなんていうのかな下手くそでも私を知ってもらうチャンスはあるのかなって思ってうんそういい経験になると思うります頑張れあ、マイク人参でえ響かないダメそう私の夢はね音楽番組に出ることだからそれも関係あるし本当に NGT48 を広めたいっていう気持ちはあるからもう頑張る私頑張りますうん、頑張るね。ね、鬼レンちゃん、あれあれはちょっと本当に上手くないと無理だけど。だけど本当に楽しそう。鬼レンちゃん。やばいんだけど。やだ。今日めっちゃむくんでる日なんだけど。私も今日朝にチョコ食べてる人でした。チョコ食べてる人。チョコ食べてる人。だよ伝わらないか。はい。うん。よしこね。違う。お姉ちゃんは
そうだね、レイナさんに指導。でも本当はタンデン新野さんがいたら教えてもらえたんだけどね。あんたなんか知らないけど新野さんには何でも言えるよね。控えめな思いがリリノさんなら全然言えるんだよね。すごいよ。ねえ本当にやだ。なんでさおしゃべり会だっていうのにさその2日前にやけどしたんだろう。ね。顔にね。ね。めっちゃ赤くなってるよね。ね。ね。今日の特別公演楽しみにしてる。いいの？お姉ちゃんも行きたかった。ありがとう。お姉ちゃんも行きたかった。楽しみにしててね。ね、本当に痛いやけどね。え気持ち悪い。片方目を開けないで。無理無理。やばいやばい、上がっちゃう上がっちゃう。下げて下げて。え片方上げれる？眉毛片方上げれないでしょ。私無理なんだよ本当に。お姉ちゃん片方眉毛上げられるの？おかしくない？いくよいくよ。あ上がっちゃう上がっちゃう。上手上になっちゃう。あやだやだやだ。無理。あやばい、こっちの方が上がっちゃった。直すためにこうやってた。上がっちゃった。っていうかあんた本当に眉毛がなさすぎてキモい。この前脱色したの。昔の人のさあの眉毛みたいなの。違う。あんたこことここしかないの。違う違う違う。あるよ、よく見て。違う、こっちの方が抜けちゃったの、色が。色が抜けたの、こっちが。ねえ。うるさ。大丈夫、これから描くから。眉毛脱色しすぎたんだよね。そう、清少納言みたいな。可愛いじゃん、清少納言。モテてたんじゃないの？うん、確かに。ね、メモしないで。お姉ちゃんマロメモしないで。お姉ちゃんマロやめて。レイにはこれで笑わせていかない。思ってマロみたいな顔してんのこの人。マジで似てるよ本当に。おいおいおい、清少納言みたいな顔してるよ。レイにもやってたね。そうだね、みんなでやってた、見せたよね写真ね。あめっちゃ面白いんだけど。ねヒマロやめて。ヒマロやめて。ヒマロねえ、ヒマロ、ヒマロよ。わかわかわか読む。春はあけぼのとか言う。春はあけぼの、ようよう白くなれゆく山際、少し明かりて、紫出したら雲の法則、たなびきたる。すごくない？夏は夜。すごくない？私。ホタル。わかんない。春は言えるよね。夏は夜。ね、今あろ。ね、今あろ。夏から読めないよ。今あろ。ちょっとこっち来て。なんで？ですよね。汚いよね。映ってない？うん、これはね、全然映らないんだよ。ねえ、なんでつまようじ持ってきて。取れない。はい、つまようじ持ってきます。一瞬ヒマロのコメント溢れちゃった。はい、取れちゃった。ねえ、本当に。うん、はあ、めっちゃ面白い。はあ、面白
ヘオちゃん頭良くないから。頭いいし良くないから。頭いいから。マロネーやめて。だってクラスの、マロネー、私のクラスの人よりはできてるよ。マロネガタネ。記憶力も普通、記憶力は普通です。記憶力は悪いよ。悪くないし、いい時と悪い時があるんだよ。いや、そもそも人の話聞かないよね。うるさい。余計な一言。そうだよ、ヒマロうるさい。ヒマロ早くメイクして。ヒマロ今頑張ってる。皆さん今日からお姉ちゃんのニックネームヒマロで。やめてください、やめてください。ヒマロでいい、ねえ。ヒマロやめて。ヒマロうるさい。ねえ、ヒマロやめて。ヒマロ黙ってよ。今頑張ってメイクしてんだから、ヒマロやめて。ヒマロさん。ねえ、ヒマロさん、ヒマロさん、おいおい。ね、今日の壇上全部ローつける。マロ、マロつける。ダメ、そりゃお姉ちゃんだけだから。あ、そう、壇上行ったでしょ。当たり前じゃん、お誕生日だから送ったよ。たくさん送ったよ。で、昨日ね、その誕生お姉ちゃん読まれてめっちゃニヤニヤしてたの。すんげえ。あ、そう、お姉ちゃんだから。いや、だってさ、なんかさ、隣でさ、ねえ、ぐちゃんと送れなかった。ねえ、絶対今日送るって決めてたのにって言って、なんかふにゃふにゃグズグズしてたから。そう、そうしてたから。まずちょっと待って、叫べなかったの、静かにして。はい、この人がニヤニヤしてて気持ち悪かったの。本当にレイナさんに壇上読まれてすっごい気持ち悪かったの。だけどその時に私はチャットが送れなくてすごいグズグズしてた。ほら、グズグズしないきちゃった。ねえ、やめて。もう言うよ。当たり強いから。うん、そう、グズグズしてて、でそんなグズグズしてる時に、やんた大丈夫、読まれた、なんかさ、そんなさ、めっちゃ喜べないからさ、おいしい、はぁーってほんと気持ち悪い。ねえ、ひどいよ。でしょ、そうだよね、壇上読まれるときニヤニヤしちゃうよね、みんなね。だからみんなは別に気持ち悪くないんだよ。皆さんは全然気持ち悪くないけど、お姉ちゃんは気持ち悪いんです。わかりました。ひどくない、ひどいよ、あおちゃん。ひどくないし、あおちゃんひどいよ。本当に今日むくんでる。ニヤニヤするよね、そうだよね、しちゃうよね、みんなね。なんか何回忘れるの。だってニヤニヤしちゃうでしょ。いい気持ち焼いてるのかな。だって焼いてないし。全然キモい。マロうるさい。マロ顔、マロ顔、マロ顔、マロ顔さっきからずっとしてくるな、この人。本当にキモい。あのテンションなごんの顔。昔の顔の真似してる。唱えてそうでしょ。もう今日朝から口角が上がってさ、いいね、いい体操だわ。表情筋が鍛えられる。マロがもう青いの代わりに真似してよ。うまい。こんな感じで違う。パパみたい、本当に。でしょ、で自分も今思った、パパみたいって。本当に似てる、この人。めっちゃお父さんそっくり。パパみたいだよね。その校長似てる。このパパパパパパパ。お父さん、お父さん似てるよ、めっちゃ今の顔。え、だけど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 。え、だけどさ、なんか似てるみたいだよね、青いとね。お父さんもお母さんも今見てくれてるからね。うん。ねえ、お父さんお母さん、パパどこにいるかわかんないね。え、いるじゃん、めっちゃいるよ。
パパギフト送ってない？おいそりゃひどいぞ。ギフト送れよ。ギフト送れ。パパギフト送れよ。送れよ。パパどこにいるかわかんねえよ。いるよ。ねえ。めっちゃ。え、だってアバターが見えないんだよね。嘘ね。上見てみ、上。いた、アバター変えてる。アバター変えてるよね。アバター変えてる。嘘でしょ。嘘でしょ。パパマロの子。パパマロ。パパマロね、いるよ、いたわ。普通にいるんですよ。お母さんもいるんですよ。すごい、すごい。しっかり投げてた。しっかり投げて。面白い。ちょっと皆さんのご想像というか、にお任せします。任せる。まあ、ヒントはアバター変えてるだけ。そう、ヒントはアバター変えてるだけ。そう、アバターで探してたら、まさかの変わってた。ねえ、やめて。あ、途中くれ、いいね。そう、お父さん途中遅れ。パパがショールーム配信始めたらさ、固定のコメント途中遅れになっちゃう。ママはグズグズしない。そう、お姉ちゃんはお姉ちゃんはヒマロ。ヒマロ。やばすぎ、グダグダじゃんこの配信。めっちゃ面白い。うんうん。めっちゃ面白い。ね、粉めっちゃ待ったし。もう痛い。いいな、ヨンキイベント行きたい。え、あ、そっか、あなた買ってなかったからか。え、買わないよ。あれ、でもお父さんだって高い。あ、最悪、あ、最悪、ね、最悪。つかね、やけどのところにさ、やっちゃった。もっち。いや、もうさ、もうさ、バレたじゃん。シアターくじ。息ができない。シアターくじ回したい。あ、みんなに紹介したい。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 あおちゃんの、そう、あおちゃんの、はい、見て、かわちいでしょ、新作。新作やめて。4月のシアターくじね。お姉ちゃんが私を当ててくれた。なんかこれはすごい漏れたと思う。一番漏れた。みんなゲットしてね。みんなゲットしてね。新沢の新作ゲットしてね。え、それね、びっくりした。だってさ、だってさ、だってさ、ね、おごえさんのアクスタ出たしね。びっくりだよね。はい。まあ、おごえさんの、まあ、そのうちね、そのうち、はい、れいちゃんのアクスタも来るかな。今日ゲットしてきます。頑張って当ててね。うわ、いいな、レイナの缶バッジ。やばいやばい、急にテンション上がっちゃうからダメ。レイに会ってコメントされちゃうとテンション上がっちゃうからダメ。いやあ、今日ガチャあるよね。あるあるでしょ。え、ありそう。知らないよ。あるよ。あるよ。うるさいな。何を根拠に言ってるかわかんないけどあるよ。本当だよ。あんた運営じゃないでしょ。うん、え、なりたい。くじ販売、あの、何回でって言われたい。何回2回でとか言われたい。ね、お仕事行ってきますだって。え、行ってらっしゃい。え、いいの、元気に、ね、なんで、なんで、行ってらっしゃい。じゃ、レイニャのアクスタあるって。やばいよ、レイニャの、もうレイニャっていう文字見るだけでテンション上がっちゃう。昨日めっちゃおめでとうした。学校でも、学校でもみんなに言った。オッシーが誕生日なんだよって。この子がお誕生日なの、めっちゃ可愛いでしょって。ねえ、待ち受け見せたい。リフティング。見せて。え、そうなの。短期アルバイト募集してんの。え、
そうなの？え、フローラやればいいじゃん。やりたい。やりなよ。え、めっちゃやりたい。アルバイトなんだ。へえ、そんなんやってるんだ、知らんかった。バイトでも漏れるのかな、みんなのことね。全然自分は守れるけど。やめてください、触んないでください。はい、やめてください。触んないでください。触れるの禁止です。はい。無理、死ぬ。あおちゃん触んないでください。触っていいの私だけ。禁止は、キモい。声低い。声低いでしょ。まず1列目の方からご案内します。それお見送り。メンバーの方は準備ができたら。願望かよ。ごめんなマロ、やめて。面白い。うん、面白い。1列目の方からご案内します。カゴは座席の上に置いてください、あ、軽く乗っけといてくださいみたいな感じ。奥まで差し込みますと、なんかわかんない、座席がなんちゃらこうちゃらになってしまいます。そのうち文も覚えそう。もう今から暗記しときな、バイトできるよ。面接もあるでしょ絶対。お姉ちゃん枠で募集しないかな。ね、早くメイクしなきゃ。やばい、12分。早くしろよマロ。マロ、マロ早くして。マロやめて。あー、それ鍵穴は言えそうだよね。言えないわ、ごめんなさい、嘘。え、なんかここだけ色めっちゃ濃くなった。まあいいよ。ご来場のお客様に。今レイちゃんの声似てなかった。うん、全然。そういうのいい、本当に。ご来場のお客様に、れいちゃんの真似はできないんだけど、ご来場のお客様に。誰かに似てるよね、ごめんなさい。似てない。あ、はい、残念。はい、残念。あ、誰かフォローしてくれたみたい、ツイッター。絶対さ、やばいやつじゃん。あ、全然やばくなかった。ありがとう。うるさ。フォローしてくれた人、あの、ちょっとずつオタクをフォローしていってる。キモいじゃん、顔。マロ。ね、いい。本当に。ちょっとずつオタクをフォローしていってるよ、お姉ちゃんはね。ね、マロって2文字で言いやすい、本当に。いいよ、もうマロで。今度からマロって呼んで。だからマロって呼ぶって言ってんじゃん。ニックネームはけど、れいちゃんの前でマロって呼ばないで。れいなさんもマロって呼んでほしいな。ねえ、やめて。本当にれいなさん、無視で、無視見せたよ、姉ちゃんの顔。本当に眉毛がないの。あ、行く。ねえ、無理。うん、面白い。ジナちゃんここに呼ぶ。なんで？ハッピーバースデー。あ、そっか。私ハッピーバースデーじゃないもん。ねえ、ね、多分ジナちゃんと喋ったことない。ね。自分。姉ちゃんないよね。何気ないよね。会ったこともあんまない。よく会うのはイワ。そう、イワ、ね。イワ、イワ好き。イワ面白い。面白いから好き。あの子いい子、めっちゃいい子じゃない？うん。ゆあちゃんね、眉毛だけ見せて。無理じゃない？ね、マロ間に合う、やめて。マロね、間に合わない気がする。いける、マロ間に合う。マロ間に合わない気がする。まつげ諦めようかな。あー、うるさい。ちょ、ほんとやろ。最悪、つけすぎた。ねえ、マロちゃん、マロしっかりして。マロちゃんつけすぎちゃった。うん、え、マジで
え、本当に嫁嬉しすぎ。嫁、うん、アンナちゃんの嫁だって嬉しい。アンナ可愛い。本当可愛い。あの子めっちゃ可愛いよね。目パッチリで可愛い。美って感じね。本当にそれに対して私は本当にもう何もない、本当にクソな人間で、もうやだよ、あんな中に いたくない。4期生になんであんなみんな可愛いの。悲しくなるよ。あ、今みんなからの可愛いよ待ち、あおちゃん可愛いよ待ちです。これ、ね、そういうことじゃない。いや言ってもあほら。そうやってさ言わせてるの、言わせてるのか、悲しくなるから。ほら来た。いや別に絶対に、絶対来るから、そういう顔が可愛いって言ってるわけじゃないから、絶対みんな。ほらほら来た来た来た。ねえマロちゃんも可愛いよ、じゃない。マロ兄ちゃんみたいな。ちょっと違うよね。マロ兄ちゃんになっちゃうよね。ああ疲れた。ああそうだよね。マロ早く、ね、準備進まない。マロ早く準備して。マロ言わないで。ほい、下まつげ大事。私も今日は下まつげをしようと思って。下まつげ大事。でも下まつげ本当になさすぎて挟めないの。そう違う、無印のやつ多分下まつげ向いてないよ。え、それ向いてんの。やってみる今。まぶた挟まないで。あーやばい、準備進まない、貸したせいで。え、これうん、挟めてない挟めてない、鏡ないからわかんない。しかもめっちゃ顔やばかった今。ちょっと丸顔になって。やめろし、やめろし。ねえ鏡ない、進まん。しゃっくり出た。え、これやりやすいでしょ。マロちゃん急いでるよ。わあすごい、マロちゃんめっちゃ急いでるよ。え、なんか下まつげ伸びた気がする。ほら口開いて。葵ってさ、ビューラーするときとかさ、目に集中してるとき口開いちゃうよ。はい、口開きます。ねえ、なんなの？でも。マロ？はい。マロニーちゃん。え、下まつげかわいい。黙れ。なんか勝手にタバカになってくれるの嬉しい、下まつげ。それタバカになるやつだよ。いや、違うよこれは。あ、そうだし。これは下地だよ。ほら、見て。まつげ、下まつげ、タバでしょ、わかる、ね、何も言ってくれない。あ、マロさんおはようございます。おはよう。もう諦めた。マロで行きます。ちょっと目が痛い。おいおいおい、あ、おい、普通にひまわりになってる。はい、あ、いいね、キープミス。めっちゃ鼻かゆい。ね、今日の配信は長いんじゃない。確かにもう19分だね。じゃあもう揃ってやめるか。え、やめちゃうの。やめちゃうの。やるだけやっちゃえばいいの。じゃあ今日は1時間しよう。ねえみんな30分までだよ。30分、タイムセールです。頭かゆい。それで書かない。今日30分までね。あ、これめっちゃ聞く。いいね、聞くわ。マロちゃんの新たな一面。マロちゃんやめて。やばいやばい、ジュンナージュンナーって言う。ジュッちゃんだけど、10+7=10。ジュナー
ていうか今日の自己紹介さえできるのかな、やりたい。キャッチフレーズできるか、うん、めっちゃやりたい。忘れるってそんなやってないからねえ。だけどあ、ね、めっちゃ面白いことがあったんだけど、学校でさ、学校で海の色は青、空の色は青、いつも笑顔なのは青ちゃんってやってたの、うん、友達と一緒に二人でやってたんだけど、でかい声で、うん、やめろしやってたんだけど、うん、いつも笑顔なのは青ちゃんってでかい声でそこへ言ったの。そしたら先生がはーいとか言う先生がはーいとか言っていや先生も確かに名前に青は入ってるけど、青は入ってるのね、はーいじゃないんだよ、青入ってるの。自分で青ちゃんですとか言ってもう先生びっくりって思って、急に入ってくる先生って思って、おもろすぎ、めっちゃ面白かった。まさかの、別に下の名前が葵っていうわけでもなく、葵、葵ちゃんでーすってクロちゃん、しかもマイク通していつです、いやすごいんだよ、なんかマイク通すの先生みんな。え、そう言ってない、誰にも全然言ってない。先生、妹がアイドルなんか言ってない。イエス言っていいの？うん、だったら自己紹介の時言ったのに。最近ハマってること、好きなことで NGT 見ることって言っといた。マロメイクできた、だって。マロメイクしてない、してないっていうかしてるけどしてない、鼻水出そう。マロ今まだまつげ、今まつげやってるまつげはちゃんと束感、束感にして、あの昭和から離れていきます。いやメイクしても、メイクしても変わんないと思う、ね、そういうこと言わないであげて。お姉ちゃんかなちぃ、かなちぃかめっちゃいいじゃん。ねえ、私この間前髪切ったんだけどさ、なんかまた伸びてきたかも。そうやって遠回しにさ、お姉ちゃん切ってっていうのやめな。え、言ってないじゃん、自分で切ろうとしてたんだけどやばい、静かになります、ちょっと集中モード。いや、葵まで静かなのちょっと疲れたさっきまでずっと笑ってたからちょっと疲れた。コメント読んで、コメント。今この距離で見えない。あ、コンタクト入れてないの、まだ。あ、入れなきゃじゃん、ナイス。コンタクトどこにあるっけ、コンタクト入れなきゃ。地下の中じゃない？地下持ってきてない、家にある。やばい、鼻水が出そう。花粉飛んでるかな、まだ飛んでるよ、めっちゃ目かゆい。はい、アナちゃんみたい。え、アナやんのこれ、うん、鼻水が出るときいつもそうやってる。一緒だね、アナアナピーヤまだマロちゃんメイク完了してない。マロちゃんさ、なんかさ、ここのまつげが気に入らなくて。マロちゃんまつげ気に入らないみたい。レイナさん本当におめでとう。チュキチュキチュキラブリーちゃん、チュキチュキラブリーちゃん、見てた見てた。え、しぼんだに手入れられた。
ね、本当にさ、なんで割れちゃったの？いや、空気入れすぎたんだよ。買ってる。で、それで反射してさ、姉を映さないで、ね、映せる。マジで反射怖い。実は見えてるとか。しかも今やばいんだから。先に眉毛描けばよかった。あ、誕生日はもう。もう？うん。もう先に誕生日読んじゃう。ね、ガチで終わんない。マロのメイクがまだ終わってないけど、ちょっと誕生日いますね。もう普通にマロって呼んじゃってるやん。だってマロじゃん。マロじゃない。マロじゃんね、みんな。かわいそう。姉ちゃん、ひまろだもん、ひまろ。ひまろや。ひまろ。ひまろやだ。しぼんなには買いに行けないよ、もう。ね、時間がやばいからね。時間がないし、まだオープンしてないからね。いけないんだよね。ね。なんか昨日、なんか自分が百均に買いに行った時さ、隣の知らない女の人も23持ってた。一緒かなって思ったけど、クラッカー持ってた。クラッカー持ってた。パーンってやるやつ。やるんじゃないの？やんのかな、おしゃべりでパーンって。びっくりした。じゃあ読みます。13位ポラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位カランコランさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位ヒラシャインポムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位部長増田恭平さん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位まこちゃさん、ありがとうございます。8位村上さとしさん、ありがとうございます。7位妄想貴族さん、ありがとうございます。6位ジンさん、ありがとうございます。5位認定員さん、ありがとうございます。4位経理担当さん、ありがとうございます。3位新潟和さん、ありがとうございます。2位高千代ピピーさん、ありがとうございます。そして1位ゆうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、雑談をして。ねえ、ほんとにさ、ね、なんでまつげ？マツポ行きたいです。私の方が行きたいです。私の方が行きたいです。私の方が行きたい。グズグズって言うよ、また言われるよ。ねえ、本当だよね。なんでマロなんだよ。マロ、マロ兄ちゃん、マロ兄ちゃんとお吸い物。それ違うか。それお吸い物だよ。似てるでしょ。いやマジでさ、声の真似得意なんだよね。真似得意、得意分野モノマネ。なぎちゃんと一緒じゃん。あ、そうなの。なぎちゃんもそうなの。なぎちゃんもモノマネが得意なんだよね。自分は声の真似ね。声しかできない。だからすっ、危ない。はい、危ない。なんて言うとしたの。え、夢のキャラクター。ああ、言っていいのか分かんないでしょ。ダメですね。ダメでしょ。はあ、おお、すっだけ言っちゃった。はい、30分になりました。みんな30分にねっていう。ありがとうござい、ました。マロバイバイだって。マロバイバイ。え？
マロロ、マロロやめて。マロバイバイ。マロネー、マロネーと言えるし、マロネーです。はい、あおちゃん、あ、はい、あおちゃん、また今日劇場当たった方は、え、なんかさ、この後ね、会いましょうね。なんか、まあいいよ。じゃあバイバイ。明日もよろしく。バイバイ。